皆さんこんにちは。それではですね、入門コンプリート講座の第9回目の復習始めていきたいと思っております。でこの回は移転というところでしたね。で移転は、まあ、言ってみたら一般承継と特定承継に分かれるんでしたね。まあ、承継とも言います。で一般承継の代表例が相続ってやつね。で特定承継の代表例が譲渡でした。これ含めて移転というからね。じゃあ移転ってこれ当然財産権で移転ができるわけです。特許権、通常自主権、専用自主権、いずれも財産権でありますので移転って可能なんだよね。ただし移転してしまうと他の人の権利を害しちゃうと困るので、こういう場合は行使の承諾を取ってくれませんかっていう構成を取ってました。でちなみに明確にそれが書いてあるのが特許の9条4条っていう規定だったよね。でそこを見るとまずこれ通常自主権の移転となるわけだけど、通常自主権って前回復習したように許諾通常自主権、法定通常自主権、そして最低通常自主権、3種類あるんだね。でその3種類の中の許諾通常自主権、法定通常自主権、これ94条1個でした。これは3つの場合移転ができるんだよね。1つは上位者、同意者の承諾あるいは同意、これは1個目。あるいはそれがない場合であったとしても相続、その他一般承継の場合についてはこれ移転ができるんだよね。でそれがない場合であったとしても事業とともに、まあ、これはいわゆる営業譲渡の一環です。まあ、これができれば移転ができるんだという構成をとっています。3つ。でちなみにここで言ってないけど、専用自主権と言われてくるものは許諾通常自主権と構成が似てるんですね。まず意思表示と意思表示の合致があって、まあ、それが登録されて初めて専用自主権って設定されますので、許諾通常自主権と要件は一緒なんだと。3つの場合に限って移転が、専用自主権もできるんだよね。じゃあその後のね、いわゆる通常自主権となると最低通常自主権だけ残るわけだね。でこの最低通常自主権は全部で3つありました。83条型、92条型、93条型と3つあるんだけど、3型、まあ、簡単に言うと83条あるいは93条、この最低通常自主権についてはこれは事業とともにのみ、これ94条の3項だったよね。これのみと書いてありますんで他のことは一切できません。で一般的に財産権って相続の対象になるんだけど、83条93条の通常自主権、財産権だけどこれは相続の対象になりません。これは例外です。そういった意味ではこの場合だけしかできないとなっているわけね。なんででしょうかと。そもそも最低ってなんで与えられたのかなということを考えたね。でそれは実施の事業を担保するため、実施の事業を担保するんだけども、単に権利だけもらったとしたって全く事業業種を子供がやってるんだったら事業継承ってされないでしょう。したがって事業と一緒じゃない場合はできませんとなってるんだよね。であと残ってしまったのが92条の最低通常事件、これは92条3項類型、92条4項類型でありました。3項類型は法外の特許権者が専用の特許権者に対してやるっていう最低通常事件、原則類型、これは事業とともにのみ移転し、事業とともに移転し事業が消滅したときには消滅をするんだ、これ事業をそのみでございます。ただのみではないってですね。で90条4項これクロスサイトでした。でこれは法眼から洗眼、ごめんなさい、洗眼から法眼に対してかけていく際で、これは権利とともにのみと覚えるんだね。でこういった形でちゃんと覚えないと間違ってしまうんだとなります。そして通常自主権、専用自主権あるいは特許権って財産権だから当然これ試験の対象になるんだね。まあ、財産権で権利、試験の対象になるものは動産、不動産、権でした。で権利である以上、特許権、専用自主権、通常自主権って試験の客体になるわけです。しかし最低通常自主権だけはなりませんという規定がありました。これ90条2項でした。なんでならないでしょう。これは市が実行されちゃうと権利が移転されちゃうから。でもなんで最低通常自主権ってあるのかなというと、事業ね、担保するため、事業実施を担保するため、権利だけ言ってしまっても事業設備も含めて人員もなかったら事業って承継できない、継続できないから試験の対象外となっているんだっていうね。でそういう形はまずしっかりと押さえておきましょう。これがまず権利移転のところ。そしてその後やったのが審判ってところでした。これ不服申し立ての一種だよね。で一つ査定がおりましたと。で査定というのは審査官が行う最終処分でした。しかしこの査定に対して私は不服があるんだと、ね、じゃあその場合審判ってやるんだけど、じゃあ審判ってどんな流れでやるのかなということですよね。まずスタートは審判請求書と言われてくるものを特許庁長官に出します。で審判請求書を出すと審判官合議体というのを指定してくれます。
で審判官の合議体3人または5人の中から1人審判長と選ん審判長を選んで審判を総理させるんだよね。でその後何をやるかといったら審判請求書の書面の審理をします。でこれがまずいって話になると補正命令応じて問題がなかったら問題がないとなりますけど、これが不十分だという話になると請求書の却下決定となりました。これ審決ではないからね、請求書の却下決定、審判長単独でそういう処理をしてしまう、あとは中身に入ってきません。でこれが全く問題がないといった場合、でその後は何をやるかといったら審判と言われてくるものについて入っていいかどうかの、まあ、窓口ね、まあ、いわゆる適応性審理というんだけど、まあ、訴訟で言ったら、まあね、その前提たるものね、でこれについて見ます。でこれを見てもしダメだった話になると、これは審決却下というのがね、でいわゆるこれの特許は妥当なのかどうなのかまで見ません。それを倍段階たるものとして却下してしまうんだと。ただこれは審決になります。でこれも問題がないといった時に初めて中身を見るんだね。で中身を見て出てしまった審決のことを請求による審決と言ったり請求棄却審決と言ったりするんだよね。じゃあ無効審判で請求によって言った場合どうなります？当該特許権は無効だと言ってるんで任用すると、無効だっていう審決が出るわけね。で請求棄却と言ったら当該特許権は無効ではない、権利維持っていう審決が出ます。それは何をもって請求棄却請求によって言ってるのかしっかりと押さえていきましょう。じゃあさらに細かい審判、格別の審判に入っていくわけね。で査定の審判としてあるのが許諾査定不服審判と訂正審判、今2つ用意されています。許諾査定不服審判においては特段9回目で話をしなかったので訂正審判ってやつですね。でもともと登録になった後にその内容を直すものを訂正審判と言いました。平成5、6年までは直すやり方としては訂正審判しかなかったんだね。でも訂正審判の請求と無効審判と言われてくるものが複数かぶってしまった場合、どっちを先にやるかによって結論って違ってしまうんです。で私学の根源は訂正審判と行われたという無効審判、これ審判官の合議体審理する 人が違ってくるので、どっちを先にやるかルールがないんだね。そこで無効審判が請求されてしまった場合は直したいんだったら訂正審判ではなく訂正請求をしなさいねという構成を取ったんだね。でこの訂正の請求ができる場面ってどんな場面かなとやりましたよね。全部で5つあります。この5つ担当的にはちゃんと場面含めて早期できないと困りますねとなっております。そしてこの訂正審判と訂正請求をめぐっては1つ問題点がありました。何か、もともと訂正審判も訂正の請求についても権利全体じゃなかったらできませんという構成を取ってました。でも訂正請求というのは先ほど言ったように無効審判の中でやっちゃうのね。で無効審判は権利全体に対してやるんではなくって、その権利が一時こう分かれている請求後単位でやるってことになっております。となるとその対抗措置としての訂正請求についても請求後単位でもすることができると最高裁は言ってしまったんですね。でもそうなっちゃうと、もともと訂正審判から発生した訂正の請求と言われてくるものと訂正審判の請求の単位がずれちゃったんですね。そこで23年改正で合わせるような構成を取りましたって話をしました。または訂正審判、この問題点って何かというと時期の問題でした。時期ね。でこれはどんな話かというのが話したはずです。15年改正前はどうだったのか、15年改正後はどうだったのか、そして23年改正でどうなったのか、ね、そしてなぜ審決を告って言われてくるものが生まれるようになったのかと、それをしっかりと復習しておいてください。でさらにやったのが無効審判ってやつね。当該登録処分に瑕疵があるんだと、あの権利に瑕疵があるって言われるからね、登録処分に瑕疵があるんだ、この場合とそれに対して無効審判を請求するって話になります。これができる人は誰かというと23年改正によって利害関係人となりました、ね、利害関係人、この場では審判請求を行うわけです。そしてその中には請求による審決と出ました。勝手にしたって話になると登録処分がないって話になりますので、当初に遡って権利が消えちゃうわけですね。ここね、じゃあこれが消えてしまった場合、じゃあどんな論点があったのかな。一つはライセンス料の返還ってできるのかな、あるいは損害賠償金の返還はできるのかな、あるいはね、和解金の返還はできるのかな、まあ、これはコンプリートの前の講座で多分しゃべってるんで、そこで確認しておいてください。じゃあこの棄却の審決の効果、これはどうなのかな。一時不再理ですよね。同じ理由、同じ証拠で無効審判請求は昔は何人もできませんとなっておりました。ただそうなってしまうと
その方の拙速な審判運営によって他の方が無効審判請求できないってこれ問題点があったらね、これは憲法32条裁判を受ける権利を害するということが昔から言われていました。そこで23年改正によって現行の規定のように変わったのだとなっております。だから一日裁と今適用されちゃうのは当事者と参加人だけ。23年改正前まではなり人もとなっておりましたが、それが変わったのだぞという話をしました、ね、で今回はね、その主体が変わってしまった以上は、無効審判の請求棄却審決の確定の登録までは要求しなくなったのね。だって当事者に対してしか及ばないんだったら公示する必要性が全くないからです。でそれが変わりましたって話をしたので、まあ、これも含めてしっかりと復習をしておいていただきたいと思っております。ではコンプリート講座の9回目はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。